毎年いらしてるんですか？いや、事故から2年後に、まあ、子供連れて登って、あと13回忌に登って、でしばらくは あんまり山の方には来たくないっていう感じだったんですけど、2004年から毎年登っていて、今年私は12回目です。今日は安東路流しされて、明日も登られる。はい、そうですね、はい。どんなお気持ちでいらっしゃったんですか？まあ、ここ数年ずっと毎年登っているので、まあ、家族、まあ、母も妹も元気にしてるっていう近況報告をして、まあ、私の家族についても近況報告をして、まあ、うちは遺体がなかったので、歯のブリーチが遺体ということにして、遺体確認でやっと9月に入ってからお葬式ができたっていう感じだったので、まあ、父はここに眠ってると思ってますので、やっぱりここに来るとなんとなく父に近づいたような感じがしますし、まあ、私も今年父と同い年になってしまうけども、まだまだ本当まだ人生半分かなって思ってますので、まあ、まだまだ元気で母も長生きしてくれると思うので、まあ、父に何か報告しながら私が励ましてもらってるような部分もあるんですけど。